はい、それではスタートします、はい、今日もよろしくお願いします。お願いします、ロッキー藤井とめぐちゃんこと国際部の西本めぐみです。今日もお願いします。はい、お願いします。それじゃあ今日はね、めぐちゃんね、はい、質問が久しぶりに一つ入ってきました。はい、久しぶりの質問で一個だけ、はい、もっと欲しい。もっと欲しいです ね。でも質問いただけてもありがとうございますので、うん、ありがたい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあちょっと、ね、うん、だから今日ね、いつもともうスタッフがないんで先に質問やってね、はい、それから本部行きましょう。わかりました。はい、お願いします。はい、じゃあ先に質問読み上げます。基上庵で販売しているそばですが複合しているとの説明があります。そばの場合複合することでどのような利点がありますか。また以前10割そばを販売していた時にそば粉もしくは原そばを冷凍保存したものを使用しているとの説明がありましたが、穀物は通常14度程度の温度で保存すると思いますが、具体的にどのようにしているのでしょうか。香り成分が揮発しにくいのは分かりますが、そのようにしている製粉所は少ないと思います。利点が多いようなら自分もやってみたいと思います。ご質問いただきありがとうございます。ありがとうございます。基準案では2種類のそばを売っています、うん、ね、2発と10割、はい、2発と10割、うん、タイトルある？あります、ね、大好きです2発は、ね、複合1回だけ行っています、うん、1回だけ、1回だけ、はい、複合1回だけ、うん、10割そばは手打ち方式なので複合はありません。ほとんどのそば小屋は冷凍保管をしていません。知ってる？知らん、うん、あの冷凍保管いうのは ね、うちが始めたから、ね、はい、やってるんだってほとんどの方知らないんです。そういったことをやること自体を知らないんです。もう普通に常温というか常温で保存されてる、うんうん、だって昔ね、はい、江戸時代なんか冷凍庫あった？ないと思いますだからそういった時からそばずっとね、はい、作る。だいたいそば屋さんだったらみんな歴史があって古いじゃない、うん、昨日今日始めたそば屋さんってほとんどないよ、はい、うん、まあ、中にあるかわからないけど、はい、ほとんどないよね。古くからやってるようなところ、うん、だからだいたいこういうふうな人たちは昔からこうやってるからこうやってるという方がだいたい多いんじゃない、はい、うん、突然変えたりはしなさそうですよね、うんうんうん、ね、我々は昔からやってないから、はい、ね、もう常にこう新しいことをどんどんトライしてやっていくから、うん、もし こっちの方がいいとなったらもう絶対そっちやるね、はい、一切取られてない、うんうん、この辺の、ね、違いで、蕎麦屋さんが冷凍保管しない一番の原因はノウハウがないだけ、うんうん、じゃあいいですか、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ本論いきましょうか。はい、お願いします。今日のはね、やっぱあのちょっと難しい。難しい、うん、人間の、ね、内面にまで入ってくるからね、はい、だんだん難しくなります。で多分ね、私の話をこのセミナーで聞いてるほとんどの人がついてこれになってきてるんじゃないかなと思います、うん、ね、でついてこようと来まいと、ね、関係ない関係ない、うん、ね、あのどんどん行きます。はい、うん、はい、ました。それじゃあ行きます。はい、お願いします。では第61回、ね、はい、コロナ時代の生き残り方11回目、はい、寛訳7つの習慣人格主義の回復、うん、で私もこれをねずっとこう深掘りしてて行けば行くほどね、もう言っちゃ悪い、大変ね、聞いてる方にとっては大変申し訳ないけど一番ね私の自分自身の学びになってると思います、うん、で個性主義とはねどういうものか、この間から個性主義、うん、人格主義という2つ出てますね、はい、うん、で個性主義ではダメですよと、うん、人格主義でないとこれからダメですよというのがこの7つの習慣ですね、はい、ここであるように人格主義の回復というようにもう昔は人格主義だったのが個性主義の方にうんとこうシフトしてしまってたのを、はい、もっぺん人格主義に戻しましょうということですね、うん、それじゃあ、うん、個性主義ね、実は今日もこれ個性主義をね英語の現象で調べようと思ってちょっとまだ今日見つかってないの、はい、またいつか分かったら皆さんと共有します。はい、お願いします、うん、成功とはスキルを持って周囲とうまくやることだという考え方、うん、大抵の会社の社内での社員指導 要項はこの個性主義によって行われ、うん、効率生産性優先になっている、うん、私がいた川中も同じですね、うん、一人一人の社員の気持ち社員の問題解決に取り組んでない、うんうん、だから以前もですねこれ本当にこうドラスティックにやったのが、はい、例えば
こちらでね、造船で入社した人ね、はい、この地元の人、うん、親一人子一人、はい、でこちら暇になったらね、バンバン岐阜へ飛ばす、航空機の方へ転勤、はい、転勤、うん、親一人子一人なのに、うん、そしたらねもう行けないそれでの、うん、だから会社何狙ってるかだ、やめてほしいってこと、うん、ひどいやり方ですね、うんうん、これよくあるよ、うん、人格はね関係ないと、個性主義はね、うん、はい、好きでやっていく、うん、ハウツー的なもの、社会や周囲から評価を 得られるためにスキルやテクニックを磨くやり方、うん、まあ、周囲や社会、評価得るため、より得るためにはね、はい、より得るためにスキルやテクニックを磨くやり方ね、うん、自己 PR と人間関係さえ良ければいい、うん、積極的な心構え、うん、オンリーワンを目指すことで個性に適応した考えのように思われるが、オンリーワンを言った時点で相対的に自分自身を周囲と比べていることの証明であるので、真の個性主義とは言えないのではと、うん、基準が外的要因に依存すると、うん、人格主義はインアンドアウトやったね、はい、中から外へと、インアンドアウト、うん、ハンバーガーってなってるの？ハンバーガーってありますよ、インアンドアウト、あれこっから撮ってんだろうか、中から外ですか、これから、うん、ひょっとしたらそうかもからな、うん、あのほらハンバーガー意外とあの名前に奥深いものがあったのかもしれないですね、その名前つけるのに、ね、初めて気づいた、うん、今名前を聞いてなんか聞いたことある名前だなと思ったら、うん、あのインアンドアウトいうのはね、まあ我々よく知ってるんだけど、はい、西海岸で大成功してるハンバーガーチェーン店です、うん、全部で240店ぐらいかな、うん、ぐらいしかないんですね。普通ハンバーガー店とハンバーガーというとマックとか世界有名やね、はいはい、で大体この材料は、ね、全部冷凍で来るじゃない、うん、冷凍で来て、ね、店内で加工だけ、もう簡単な加工だけ、はい、インアンドアウトはあの肉なんかでも生で来る、うん、だから冷凍庫店内ないの、うん、冷蔵庫は多分あるだろうけどね、はい、冷凍庫一切ない、はい、じゃがいもも店内で皮むいて、ね、でガチャンとスライサーで落として、うん、はい、それをフライに揚げてるということで、うん、非常にするとね、あそこも人格的な店やったね、うん、はっきり言って、はい、ね、この働いてる人も全員に保険つけたりとか、うんうん、人格主義とは誠意、謙虚、誠実、勇気、正義、忍耐、勤勉、質素、制約、黄金律などですね、うん、社員一人一人の人生を豊かにするために会社がお手伝いする、これが多分これがね今まで我々非常に抜けてたんじゃないかなと、うん、ね、社員一人一人の人生を幸せにするために会社がお手伝いすると、はい、社員一人一人が豊かさと幸福を感じ成功することこそがこれから社会のあるべき姿、うん、これどうですか、そうこれ人格主義じゃないかな、はい、人格主義、うん、だから会社内で人格主義を貫こうとすると、うん、多分こういうことをやらないと、はい、会社内で人格主義を貫くことは難しいんじゃないかなと、うん、ね、だから我々も以前から少しはやってきてるね、はい、例えば子供が、ね、小さい時は、うん、もう熱出したりなんかしょっちゅう休んだりするから、はい、在宅勤務を可能にしたいとかね、はい、お父さんとかお母さん介護になったら、うん、自宅勤務ができるようにしたりとかね、はい、というようなことをいろんな取り組みやってますね、はい、その一人一人に合わせて、うん、またそれをさらにちょっと深掘りしていかなきゃいけないなと、はい、うん、ただ単にそれは形だけのもんだからもっと深くやっていかんといかんなというのをですね、最近非常にその辺強く感じるようになりました、はい、で私もですねこの人格主義というこれを7つの習慣をですねちょっと最近こうやって深掘り始めたでしょ、はい、でちょっと自分なりに感じるのは、はい、藤井薫 3.0 に入っていってないかなともう入ってきてる感じがします、ね、自分なりに自分、はい、うん、はたから見たら肝心かわからないけどね、自分なりにはそんな感じがする、はい、少しずつ、うん、だから、はい、さっきも言ったようにこれをね毎週続けるのは、はい、聞く人のためじゃない、自分のため、自分のため、ね、自分のため、はい、ということです。聞き方申し訳ないです。聞いていらっしゃる方本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでこれができるんです、うん、ね、皆さんが聞いてくれるからそれが励みになってできるんで非常にありがたいです、はい、
だから人格主義というのは人間の内面における人格的な、うん、要するに内面ですね、うん、普遍的にいいとされているもの、うん、基本的な原則、時代は関係ない、うん、目的は実りのある人生、豊かな人生、金があって豊かな人生である、これよくね誤解されるんでね、これだけは徹底的に理解しなきゃいけない、ね、例えば、ね、豊かな人生ねというと、これねお金がある人もない人も日本人すべてその境地に到達しようとしたらできるんです、はいね、豊かな人生ね幸せな人生を送ろうとしたら、うん、お金があったってできない、お金があるなし一切これ関係ないです、はいうん、ということですね、うん、真の成功とは外的要因に左右されない永続的な幸福を目指すこと、生きる上での全ての土台となる、例えばお金に左右されない幸福とは自分の中の豊かさの基準が物理的でないということですね。一般的にはお金の数値が豊かさの指標ですが、確かにねお金でどのぐらい持ってるというのが豊かさの一般的な指標になってるね、ところがもうそんな関係ないとね、振り回されない、うん、愛や記憶、人として生きる意志、うん、ということです。個性主義の根本的な欠点は何かというと、うん、態度と行動の源泉である自分のパラダイムを詳しく観察し理解しなければ、個性主義のテクニックで態度や行動を変えようとしても長続きしないということです、うん、個性主義のテクニックでいくら態度や行動を変えようとしても長続きができない、ねうん、パラダイムを、ね態度と行動の源泉である自分のパラダイム、はい、要するに自分が違った色の眼鏡で物を見ててね、はい、例えばこれがサングラス、黄色い色をした、ね、眼鏡で物を見たらどんな色になるかというと黄色っぽい、うん、黄色がかった色になるわね、はい、青だったら青っぽい色になってるね。だからそういうふうな、これも一種のパラダイムで、自分がどんな物差しで見てるかどうか、ね、だからこの間ほら地下鉄の電車の中の話をしたでしょ、はい、地下鉄の電車の子供がね、もうね4人の子供がもう騒ぎ回ってね、お客さんの新聞取ったりとかなんかして騒ぎ回ってね、でそのお父さんにね、そのこの著者が言った、あの今子どもさんたちが、うん、多くの人たち迷惑になってますよと、はい、止めてみたらいかがですかというね、うん、こう優しく語りかけたね、はいうん、そしたらねそのお父さんが、ねうん、あのとに申し訳ないと、うん、あの自分たちは今朝ね、家内を亡くしたところ、うん、この子たちのお母さんが今朝病院で亡くなったところで、その帰りで、はい、もう子どもたちが全然こう落ち着いてない、ねはい、本当にこうそういった段階で自分ももうどうしようかわからん状態なんですというふうな話がこの間あったんですね。ありました、ね、これももうパラダイム、うん、例えば私も経験したことあるんだけどね、うん、うちのほら次男の明がね指を飛ばした時ね、うんはい、救急車で病院運ばれた途中ね、はい、もう気が気じゃないね、うん、このもっと早くついてくれんかなと、うん、そしたら救急車に一緒に乗っていく立場と、うん、それと反対に車を運転してて救急車を避ける立場ね、うん、だからそういった時に感じるのは前走ってる車とかいろんな車もっと素直に避けてくれたらいいのなとか、うんね反対に救急車の周りで走ってる人たちは、ね、あうるさいな救急車が通ってきてと、うん、これ絶対正反対のパラダイムよね、うん、自分が救急車で運ばれるパラダイムとその救急車の周りで車で走ってる人たちの心のパラダイムの違い、うん、もう正反対だということですね、うん、だからそういうふうな心のパラダイムを、ね、それを原則主義に変えなきゃいけないんじゃないですかというのがこの後出てきます、うん、態度と行動の源泉であるね態度と行動の源である自分のパラダイムを詳しく観察し理解しなければ個性主義のテクニックで態度や行動を変えようとしても長続きしないと、うん、自分自身のパラダイムはどこから来てるのか、うん、なぜそういうようなパラダイムを自分は持ってるのか、はい、これを理解しないと、ね、観察して理解しないとテクニックで、ね、態度や行動をいくら改良しても長続きしませんよというね、うん
認知実験から得られるもう一つの教訓は、他者との接し方もパラダイムの影響を受けているということを気づかせてくれる。これも多分当然ですね、はい。視点は立ち位置で決まる、うん、誰しも自分は物事あるがままに客観的に見ていると思いがちである。だが実際そうじゃない。私たちは世界をあるがままに見ているのではなく、私たちのあるがままの世界を見ているのであり、自分たちの世界を見ている、はい、ね、自分自身の条件付けされた状態で世界を見ている、うん、自分がもうすでに条件付けされた状態ね、はい、先ほどのパラダイムの話で言えば、救急車の中でいる条件付けされた状態、ね、うん、はい、あるいは 外走っている状態、ね、はい、これ全く違うよね、うん、というような、そういうものを通してね、自分たちは常に物を見てますよと、うん、それに気づかなきゃいけないということですね、はい、自分の中の、うん、頭の中にある地図、思い込み、うん、つまり基本的なパラダイムと、それによって受ける影響の程度を自覚し、理解するほど自分のパラダイムに対し責任を持てるようになる、うん、頭のある地図だから、はい、これをね、どういうことかというと、普段から自分は自分のパラダイムで物を見てるなと、うん、ね、で本当に物を見るパラダイムとして正しくあるべきパラダイムはどんなパラダイムかなというのをね、うん、第三者的に常にこう考えながら物を見たらどう、はい、うん、常にこの自分が、ね、見てるパラダイムは自分の頭の中のパラダイムであって、うん、真実の世界を見てるんじゃない可能性が、うん、あると、はい、ね、既に条件付けられているんだということをですね、うん、自分のパラダイムを見つめ、現実にすり合わせ、他の人の意見に耳を傾け、その人のパラダイムを受け入れる。その結果、はるかに客観的で、より大きな絵が見えてくる、うん、これ素晴らしい方法ですね、うん、そうですね、他の人がどんなパラダイムでどういうものを見てるかいうのをですね、うん、はい、常にこうすり合わせていくね、うん、とすると、もっともっとこう正しい姿をね、うん、はるかに客観的でより大きな絵が見えてくると、うん、パラダイムシフトの力、しかしあるパラダイムシフトがプラスに働こうがマイナスに働こうが、あるいは一瞬にして起ころうが、徐々に進行していこうが、一つのものの見方がから別の見方に移行することは大きな変化を生む、うん、正しくても間違っていても、私たちのパラダイムが態度と行動を決め、ひいては人間関係の在り方も影響するのであると、うん、悪の葉っぱに斧を入れる、向ける人は何千人いても、根っこに斧を向ける人は一人しかいないと、うん、行動や態度という葉っぱだけに斧を向けるのはやめ、パラダイムという根っこを何とかしなければ生活を大きく改善することはできないと、と少し私落としてました、少しだけ元に帰ります、うん、はい、パラダイムの力、7つの習慣は効果的に生きるための基本的な原則を具体的な形にしたもの、基本原則を具体的な形にしたものです。7つの習慣のどれもが基礎であり、第一の偉大さにつながるものであると、うん、これらの習慣を身につけるのは、継続的な幸せと成功の土台となる正しい原則を自分の内面にしっかり植え付けることに他ならない、うん、7つの習慣を本当に理解するために、まず自分のパラダイムを理解し、パラダイムシフトの方法を知らなきゃいけないと、うん、人格主義も個性主義も社会的パラダイムの一例であると、うん、科学用語だった、ね、パラダイムというのは昔から、科学用語だったんですね、うん、ところが昨今はモデルや理論、認識、規制概念、枠組みを意味している。平たく言えば物事の見方であり、物事をどう認識し理解し解釈するかということですね、うん、で人はそれぞれ、ね、皆それぞれ頭の中にたくさんの地図を持っている。これらの地図は2つに大別される。あるがままの自分の状態、あるがままの状態が記された地図、現実、うん、そしてあるべき状態が記された地図、価値観。私たちは経験することの全てをこれらの地図を通して解釈していると、うん、ね、地図を持っていることすら意識していない。普段ほらこんな地図持ってるの、うん、まず意識してない、そうだね、うん、一切理解しないでやってますね、うん、ただ単に物事はこうなんだ、こう、うん、あ、こうあるべきだと思い込んでいるだけ。
私たちの態度や行動はそうした思い込みから生まれ、物事をどう見るかが私の態度と行動を決めていると元に帰ります、はい、じゃあ見方イコールあり方ですね、うん、ここからいきますね、はい、原則中心のパラダイム、ね、この原則、この原則中心というのが、はい、7つの習慣ではもうたくさん出てきます、はい、あちこち出てきます、うん、で原則いう言葉はね、はい、原則は、まあ、原理とか、ね、動かない真理、うん、だから原則というのは誰かが作った基本的な原則と私も最初思ってたんだけど、はい、そうじゃなしに、うん、原則というのはもう古今東西ね、どこまで行っても正しい原理、正しいこと、時間が経ったってね、この古い時代から今までね、もうずっと一貫して、ね、はい、の正しいこと、正しい、うん、で原則中心のパラダイムということは視座を高めね、うん、この視座、はい、視座を高めて、うん、まあ、高めるほど全体が非常によく見えるでしょ、はい、そうですね、視座を高めればここから見るのとここから見るのでは、うんうんうん、ね、見方が全然違ってくるね、うん、だから視座を高めて物を見るということとですね、うん、もう一つは因果応報の原理原則、はい、うん、何かをやったらこんな結果、はい、ね、こうやったらこうなるね、うん、というふうな因果応報という、はい、ありますね、あります、仏教用語で、うん、だから必ず何か起こるときは原因があると、うん、例えば私の今の境遇はね、誰が作ったかいと自分です、ね、あなたの今の境遇は、ね、自分で作った、自分が作ったね、分かりやすいね、分かりやすいです、ちゃんと理解してくれ、偉いな、ありがとうございます、今の私の境遇はね、ね、社長のせいですって言われて、違います、そんなことないですよ、まあ、ちゃんと理解したと思って本当によかった、はい、うん、じゃあその次いきますね、はい、人格主義の土台となる、ね、考え方は人間の有意義な在り方を支配する原則が存在するとね、うん、人間の有意義な在り方を支配する法則が存在すると、自然界に存在する引力の法則と同じように人間社会にも時間を超えた普遍であり、異論を挟む余地のない普遍的にして絶対と、絶対的な法則があると、うん、ね、変わらないものがあると、はい、ね、これ聞くと心強い ね、うん、ね、そんなものがあるんだったらそれを一生こう、ね、深く信じ続けてやっていったら絶対人生の成功者になれるなと思うわ、ね、うん、はい、間違いないよ、間違いない、うん、変わらないものです、変わらないね、これらの原則は長く存続している全ての主義、主要な宗教、社会思想、倫理体系の一部に組み込まれている自明のものであり、誰でも日常生活の中で有効性を確認できるものばかりである、うん、これらの原則あるいは自然の法則は人間の条件、良心、自覚の一部となっていると言ってもいいだろうと、社会的な条件付けが違っていても全ての人間の内面に必ず存在している、もちろんこれらの原則に対する政治忠実さの度合いは人それぞれ違う、それぞれであろうし、うん、忠実さが低かったり条件付けされていたりすると原則が見えず感じ取れないこともあるだろうと、うん、これが多分多いやろうね、はい、原則を理解できない人は非常に多いやろうね、うん、多いと思います、うん、しかしそのような条件付けされて、されていたりすると、原則が見えず感じ取れないだろうと、うん、しかしそのような人でも原則は内面のどこかに必ず潜んでいる、うんうん、ということはね、原則というのはどういうことかいと、もともと持ってるんだけども、はい、それが長い間の人生の体験の中で違ったものに入れ替わってしまってるという可能性あるね、うん、その人によって、はい、ある人はそれをきちっとね、正しい状態で持ってると、うん、ね、それを偉人なんかね、この偉大なことをなすぐるんですよ、うん、多分そうやろね、はい、でほとんどの人は生まれてからね、成長する過程でその原則を曲げられたりね、うんうん、お父さんお母さんの言うこととか、はい、社会に出ていろんな問題にぶち当たったりなんかして、はい、その原則がどん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 こう崩れていったり変化していったりという可能性もありますね、はい、うん、例えば平等と正義という概念の土台となっているのは公正の原則である、ね、うん、
平等と正義ね、公正の原則、たとえ公正とはまるで正反対の経験をしても、人が公正さの感覚を生まれながらに持っていることは小さなこの行動を見れば分かった、公正の定義や公正さを実現するプロセスに大きな違いがあっても、時代や地域に関わらず公正という概念そのものは誰でもが理解できると、誠実と正直も例として挙げることができる、協力関係や長く続きする人間関係、個人の成長に不可欠な信頼の土台となる原則、人間の尊厳も原則であると、アメリカ独立宣言の基本的考え方は、我々は以下の事実を自明なものとみなす、すべての人間は創造主によって平等に作られ、生命、自由、幸福の追求など不可侵の権利を授かっていると、という一節から分かるように、人間の尊厳という原則を土台にしていると、こういう人間の尊厳というのも一つのこれ原則やね、奉仕や貢献、あるいは本質と美徳という原則もある、可能性という原則は、私たちは常に成長することができ潜在する能力を発見し、さらに多くの才能を開花できるという原則であると、成長は可能性に関連する原則であると、成長とは潜在能力を発揮し、才能を開発させるプロセスであり、これには忍耐や養育を励ますといった原則が必要になると、原則は手法ではないと、手法とは具体的な行動であると、ある条件で使えた手法が他の状況にも通用するとは限らないと、これ手法ですから、原則だとどこまでももうね通用するけど、手法とはもう状況が変わったら使えないということですね、手法は個々の状況において使い分けるもんだが、原則はあらゆる状況に普遍的に応用できる深い基本の真理、企業がこれら心理を組織内に習慣として根付かせば、社員は状況において対処する多種多様な手法を自分で考え出すことができるようになると、原則とは価値観とも異なる、強盗団には強盗団なりの価値観があると、あるんやね、あるんですね、今私も思いました、強盗団にもあるんですね、あるんや、強盗団なりのね、価値観は地図であり、しかしここで述べている基本の原則には明らかに反している、価値観は地図であり、原則は現実の場所、価値観というのは地図、どこ行くかって頭の中の地図、原則とは現実の場所、原則はを自分の価値観にすると、正しい原則に価値を置けば真理を手にし、物事のあるがままの姿を知ることができる、原則は人間の行動を導く真であり、永続的な価値を持っていると、原則をね自分のパラダイムにしたり、自分のほら価値観と原則と合わせたらどう、自分の価値観と原則を、そう合わせてね、だからこういうふうな価値観で、大体みんな我々自分の持ってる価値観で行動してるわね、そうするとその価値観と原則を合わせる、どう、素晴らしいことが起きそうじゃない、ということは、原則に価値を置けば真理を手にし、物事のありのままの姿を知ることができる、原則は人間の行動を導く指針であり、永続的な価値を持っている、原則は基礎的なものですね、自明であるから議論の余地すらないと、原則に反する、価値観に従って充実した人生を送ろうとすることの愚かしさを考えれば、原則が自明の理であることはすぐに分かる、不正、詐欺、卑劣、無駄、凡庸、堕落が長続きする幸福や成功の盤石な土台になると本気で思っている人などはいないはずであると、原則の定義、実行の方法については議論があるにしても、人は生まれながらにして原則の存在を知り意識しているのであると、生まれながらにしてね、
正しい地図は個人の効果性、人間関係の効果性に測りきれない、計り知れない影響を与える。特にこれね、正しい地図を持てば持つほどね、うん、無駄な行動とか、うん、それは当然なくなるわね、うん、態度や行動を変える努力をいくらしても追いつかないほど大きな変化を遂げられる、うん、原則を中心で生きることによってね、うん、こういうことができますよと、うん、次、成長と変化の法則。今の社会には個性主義が蔓延している、うん、人間の成長に求められる今の社会には個性主義が蔓延している。人間の成長に求められる努力という自然のプロセスを踏まなくても個人の効果性、うん、豊かさで深い人間関係を手に入れ、うん、充実した人生を手っ取り早く得られると示唆していると、はい、しかしそれはエソロ型、うん、働かなくても簡単に金持ちになれますよとそそのかしているようなものだ、うん、個性主義はうまくいくように思えるかもしれない、しかしまやかしであることに変わりない、うん、かなり厳しい方やね、はい、うん、個性主義は人を惑わし欺く、うん、個性主義のテクニックや応急処置的な手法で成功を手に入れようとするのはデトロイトの知事でシカゴのどっかを目指すのと大差はない、社会心理学エイリヒ・フロムは、個性主義の因果を強く指南していると、うんうん、今の時代の人々を見るとまるでロボットかと思えると、うん、これね、はい、私これめちゃくちゃ実感が湧く。社長よくね、うん、品川行きの朝の状態、ね、そうそうそう、よく東京にね、うん、行ってらっしゃったから、うん、最近行ってない、ね、はい、最近行ってないけど、うん、東京毎月行ってたね、はい、そしたら品川駅毎日ほら朝散歩、すごい人、うん、朝散歩するでしょ、はい、そしたらねむちゃくちゃすごい人、うんうん、すごい人がガーンとよくあの駅テレビで出ますけども、このすごい広い幅にすごい人がいますよね、うん、あの幅いっぱいにね、うん、で行きと帰りほらあの 真ん中で線引いて、はいはい、ちょうど、うん、こっちとこっちで、うん、そうそう一回読んしてるね、はい、それでいつも思うんだけどね、うん、あの人たちの群れを見てね、うん、こう動物の群れみたいだなと思う、うん、意思がないね、はい、全く人間としての意思のない意欲のないもう目がうつろになってね、うん、ただ職場に通うなんか餌もらいに来るために動いてる動物と全く同じように見える、うん、毎日決められた動きをしているような感じ、うんうんうん、意志とか意欲が全然見えない、うん、全ての生命に成長と発達のしかるべき順序がある、うん、子供はまず、ね、寝返りを打つことから覚えて、ね、はい、座りハイハイをすることを学ぶ、うん、はい、その次に歩き走ることができるようになる、うん、どの段階も重要であり時間もかかる、うん、省略できる段階は一つもない、うん、人生のさまざまな段階で能力を開発するのも一緒と、うん、発達のプロセスを無視し途中で省略することなどできるわけない、うん、学習の第一歩は自分の無知を認めること、うん、自分の知識を開けらかしてばかりいたら成長にとって必要な自分の無知を自覚することなどどうしてできるだろうかと、うん、妻、夫、子供、友人、同僚と有意義な関係を築くためには、うん、まず相手の話を聞けるようになることが第一歩。それには精神的な強さがいると、はい、うん、サラリーマンで、はい、社長になり上がる人大きい会社って結構多いじゃない、はい、あります、ね、あの上場企業とかね、うん、そういった企業たくさんある、うん、そういった企業ももうみんな基本的に同じ、うん、我々も基本的に同じ、はい、うん、ね、忍耐力、忍耐力、ね、忍耐力、うん、めっちゃあるよ。ありますか、うん、ある、はい、ありがとうございます、うん、ね、太鼓判太鼓判ありがとうございます。こっちじゃなくて、ね、大丈夫です。こっちでいいですか。まあ太鼓判太鼓判してくれます、うん、ありがとうございます、ね、我慢強く心を開き続け相手を理解したいという気持ちがなければ人の話を本当に聞くことはできない、うん、高い人格が要求される。つまり人格ができていなきゃならない、うん、感情のままに動き相手のことは考えずに
それらしいアドバイスをするのは簡単である、うん、しかしそれでは確かな人間関係は築けない。テニスやピアノなどごまかしの機会ないもんであれば成長のレベルは誰にでもわかる、うん、しかし人格や情緒などとなかなかそうといかない、うん、感情のままに動き指がこう感情のままに動き相手のことは考えずに、まあ、そこはでもそうではないと思ってますけど、私はだいぶ押したじゃあ次いきますよ、はい、実業界でもね、成長の自然なプロセスを無視して近道を行こうとする例はマイケルにいとまがない、うん、経営陣は厳しい訓示、笑顔を作るトレーニング、うんね、これやってる会社あるね。厳しい訓示、笑顔を作るトレーニング、そういった人を雇って、あ、笑顔のトレーニング、笑顔のトレーニングありますか、うん、テレビでそういう専門の人いますよね、うん、外部の介入、うん、あるいは M&A、はい、有効的買収や敵対的買収などによって新しい企業文化を購入し、うん、生産性、品質、社員の士気、うん、顧客サービスを高めようとしている、うん、しかしこのような操作が職場の信頼の低下につながっていることに目を向けようとしないと、うんね、うん、信頼、ここでも信頼ですね、うんうん、企業文化の土台となる信頼という原則とプロセスはいつまでも無視される、うんね、問題の見方こそが問題であるということですね、はい、そしたらですね、うん、この辺ちょっと気のいいところでちょっと切っときましょうか、はい、その下のね、新しいレベルの思考、ここまでいきましょう、はい、分かりました、うん、企業文化の土台となる信頼という原則とプロセス、いつまでも無視される、うん、問題の見方こそが問題であると、うん、揺るぎない原則を土台にして充実した人生を送っている人や、うまくいってる家族、高い業績を上げている企業に多くの人は強い関心を示す、はい、その人物の強さと成熟度、うん、その家族の団結力、シナジーを作り出した環境変化に適応できる文化、その企業の文化に関心するものだ、うん、旧姓の痛み、差し迫った問題に対症療法でごまかし続けているうちに原因となっている病素は悪化するばかり、うん、問題をどう見るか、それこそが問題なんであると、うん、この章の初めにいろんな悩みを紹介したが、それをもう一度考えてみよう、うん、個性主義的な考え方が蔓延していると。個性主義というものが問題の解決方法ではなく問題に対する見方そのものを沈めていると、うん、ではここまでですね、はい、まだまだ新しいレベルの思考、うん、ここから次行きましょうか、はい、ちょっと内容が、ね、なんか難しいんで、なかなかその質問っていうところとかはね、うん、難しいかもしれないですけど、うん、まあ質問だけじゃなくて感想とかでも思ったことどんどん言ってもらえればいいと思うので、うん、はい、皆さんからも声をお待ちしてます、うんうん、難しいことをね、よう分かってない2人がやるのが余計に難しいなっていうんですよね、はい、その辺ね、私もこれ深読みして皆さんの理解が深まるような話をね、ちょっとしていってるつもりなんですが、うん、もっともっとですね、私自身が深読みして、多分ね、これ1回やって2回やって3回ぐらいやったらもう全然違った状態になってるんじゃないかと思う、はい、ね、うん、はい、それでは今日のところこのぐらいにして、はい、しましょうか、はい、はい、じゃあ皆さんまた来週までお元気で、はい、また来週お会いしましょう、はい、今日もありがとうございました、はい、ありがとうございます。